旅名人の九州満喫切,切符は、日本の九州16社局の鉄道、機動線が3回まで1日乗り降り自由となる、特別企画乗車券である、九州旅客鉄道が発売する、九州利用可能期間中、参加事業者の鉄道、機動線の普通列車、快速列車に3回乗車できる、1回分は乗車当日のみ有効、同じ日に1枚を複数人で使用することができる。 九州にはバスにおいても類似した規格乗車券サンクパスが存在する。JR 九州路線での基本的な使用方法は青春18切符に順次特急列車を特急料金なしで乗車できる佐世保、廃棄及び宮崎、宮崎空港間では特急列車を利用することができる。普通列車、快速列車の指定席は別に指定席券を購入することで利用できる。 新幹線、博多南線、有料特急への乗車はできない。私鉄のうち、西日本鉄道の特急、急行、島原鉄道の急行は、特別料金が不要であるため利用可能である。南阿蘇鉄道のトロッコ列車、熊川鉄道の田園シンフォニーは、別途料金券を購入しても利用できない。平成築法鉄道も事故レトロ観光線列車、日殺オレンジ鉄道。 オレンジ食堂、リビングカーの指定席は別に指定席券を購入することで利用できる。利用可能期間内であれば連続した3日間でなくても使用できる。乗車日が翌日にまたがる場合、JR 九州線は0時多すぎて、最初に停車する駅まで、その他の鉄気道線は終列車まで有効となる。JR 九州の緑の窓口、旅行センター JR 九州旅行、 九州内の主な旅行会社で発売している。なお、新大武田駅など当該駅からのトーパスの利用ができない。九州新幹線単独駅の緑の窓口でも発売を行っている。JR 九州が営業する窓口がないし下関駅、および JR 九州以外の鉄軌道事業者では発売していない。下記の鉄道、軌道前線。 当初は2007年10月1日から2008年3月31日の間を発売、使用期間として1万円で発売された JR 九州及び同社との連絡運輸を行っている各社局の軽1 1社の鉄道線が使えた発売期間中に約4400枚が発売され、利用者から発売継続の要望が寄せられたため2008年4月18日から 対象車局を拡大してリニューアルし、再度発売されることになった。この対象車局拡大で、九州島内は、工作鉄道や作道及び、西日本旅客鉄道、新幹線線を除きすべての鉄道、機動線に乗車できるようになった。リニューアルされた切符の発売期間及び、使用期間は2008年4月18日から7月13日と、 同年9月12日から11月30日であり、その他の条件は同じとなっていた。2009年も設定され、発売期間及び、使用期間は2009年4月1日から7月31日と、同年9月1日から11月30日であった。2010年度は、価格が1万500円に値上げされ、発売、使用期間ともに拡大され、 2010年4月1日から2011年3月31日までと数年利用できるようになった。また前年は利用対象外とされていた平成築法鉄道文字工レトロ観光船が利用対象に加えられた。2011年度も2010年度と同内容で発売し、2011年4月1日から2012年3月31日まで利用できる。 2012年度からは有効期間を発売日から3ヶ月間とし、発売期間を設けずに発売する。2014年4月1日から消費税率が5%から8%となったことに伴い価格が1万800円に値上げされた。2019年10月1日から消費税率が8%から10%となったことに伴い価格が1万1000円に値上げされた。 前述したように、3区パスを意識した内容になっているが、細かい条件では異なっている部分も多いため以下に、比較表を記述する。旅名人の九州満喫切符発売。JR 九州、2012年3月22日2009年度までは1万円。2013年度までは1万500円。2017年度までは1万円。路線によっては、事前の予約が必要。 ありがとうございます。